制定,定された日本の地方行政制度であるとともに、それを規定した法律でもある。行政区画としての府県は1868年の府藩県産地制に始まり1871年の廃藩地県により三府302県が置かれ、三府72県を経て1889年までに三府43県に統合された。この間、 1878年7月22日、軍区町村編成法とともに、地方三神法を構成する、府県会規則及び、地方税規則により自治体としての性格を得、従来の国の地方出先機関としての性格との二面性を持つようになった。1889年2月11日に発布された、大日本帝国憲法11月29日施行による、 立憲体制下において自治体としての府県は1890年にプロイセン王国の修正度に範をとって制定された法律、府県制によって規定された。一方、地方長官である知事以下、地方官庁としての府県の機構は直例である地方官官制によって規定された。府県知事は感染とされ政党内閣、または 政党の影響の強い内閣の時期も含めて多くは内務省の官僚が任命され、また内務大臣の監督に服するものとされた。それに対して府県会は財政議決権を持つだけで与えられた権限の及ぶ範囲は狭く、自治体としてよりも国の行政区画としての意味合いが強かった。第二次世界大戦中はさらに政府の統制が強化されたが、 終戦後の1946年の第一次地方制度改革で知事の公選制が導入されるなどの民主化が行われ、最終的には1947年の地方自治法の成立により、現行の都道府県制に移行した。市政町村制と合わせて第二本帝国憲法下の地方自治制度を形作る法律である、府県制は、軍政と共に第一次。 山形有朋内閣の下で、帝国議会の協賛を経て1890年5月17日に、交付された。この法律は、自治体としての府県について規定したものであり、住民から選挙された議員によって構成される、府県会と知事と、府県高等官及び、府県会議員の中から選出された、名誉職参事会員による、府県参事会が、実地の主体となった。 不足第94条の規定により、この法律は、軍政及び、市政の施行された、府県から順次施行するものとされたが、多くの県で、軍政施行の前提である軍の再編が進まずに、府県政の施行が遅れた中に施行されたのは旧、県のみ。そのため、1899年3月16日に、軍政とともに、府県政も、全部改正されてようやく、 北海道と沖縄県を除く全府県に施行された。1947年の地方自治法施行により廃止されるまで有効であったのはこの新、府県制である。この改正によって府県に法人格が与えられて自治体としての体制が強化される一方で府県知事の権限規定も整備、強化された。1926年衆議院議員選挙と同様に 府県会議員選挙に普通選挙制度を導入するための改正が行われ1929年の改正では府県に条例及び規則の制定権が与えられた。戦後、1946年9月27日の改正で府県知事が住民により直接選挙される公選制が導入された。従来府県における選挙事務を統括していた 府県知事自身が選挙の対象となったこともあって、この改正により、各道府県に選挙管理委員会が設置され、知事の管轄から分離された。同時に、北海道における自治制度を規定していた、北海道解放と北海道地方秘法が廃止されて、府県政に統合され、この法律は、道府県政と解消された。従来、北海道地方秘と呼ばれていた北海道における、 自治体は、道と呼ぶものとされた。1947年4月に実施された第1回、統一地方選挙における、府県知事及び、北海道庁長官の選挙は、この法律によるものである。1947年5月3日、日本国憲法と地方自治法の施行によって、市政、町村政、東京都政とともに、道府県政も廃止された。ありがとうございます。